こんにちは。今回はグリップに関してお話ししたいと思います。まず皆さんグリップって自分がどう握ってるかってイメージ今できますでしょうか僕の場合は基本的に今中指と薬指の上に乗ってるんですけど少し前は人差し指とか中指そっちに乗ってたりとまあ色々変えてはいるもののまあ極端な話ですけどいつもより体が こう前に来てたら小指,小指側に球が乗りますし、いつもより開いてた場合、勝手に人差し指側にグリップ乗ると思います。あとは外に開いた場合、この場合は外にねじりがち。あとは中に来た場合ですね。内に巻きがちとか。結構グリップだけ意識してても上半身のフォーム、これが変わることによって グリップって変わっちゃいますよね。で、グリップ変わると何がダメかっていうと、例えば、いつものグリップだったらまっすぐ出たとしても、ちょっと例えば内巻きになった場合、これ右側に行きます。で、外側になった場合、左側に行きます。なので、体の調子が悪くなった状態でグリップをそのままにしちゃうと、いつもこじらないのにこじってしまうとか、 これ結構僕あるあるなんですけど、よくやっちゃってます。で、じゃあそうなってしまった時に、グリップいつもどうなってたかなって思い出そうとするんですけど、まあ試合の緊張であったりとか、あとは今回お話ししたい話が、僕が他のまあゴルフの動画なんですけど、それを見た時にグリップの考え方っていうのを新しい発見があって、それを意識することで、 まあ僕の中ではイメージが良くなったんですよね。なので今回はそれを皆さんにまあ共有させていただこうと思って動画を撮ってるんですけど。まあそうですね。まあ早速じゃあ本題を言ってしまうと皆さんグリップ、まあ自分の基準を作るときにどの向きが自分のグリップが普通なのかっていうのをどこで確認をとってますか一番多いのがまあこの水かきですよね。 水かきが球の上に乗ってればまっすぐですみたいな。僕もそういう感覚だったんですけど、これが例えば、縦球気味だと人差し指側に球が乗りますし、寝かすとですね、小指側に球が乗ると思います。なので、一概に自分のグリップって思ってても、たまによってちょっとなんかおかしいなっていうタイミングが出てくるんですよね。 で、それが試合とかで調子が悪いってなった時に、いつものグリップどこで確認してたっけってすんごいなるんですよ。人差し指と中指に乗ってりゃいいだけじゃ足らなかったんですよね。なので、まあ、僕は今までこの第一関節ですね、このシワの部分、ここで僕はグリップの握り確認してました。で、水かきの圧に関しては、 どれだけ強く握ってるかをここで確認をとってたんですけど、やっぱり試合でうまくいかなかったです。で、そのゴルフの動画で言ってた内容なんですけど、皆さん今、グリップ側の手見てほしいんですけど、まあ、指の先から行くと第1、第2、第3。まあ、これ順番わかんないんですけど、このシワの部分が僕関節だとずっと思ってたんですよね。で、実際第1、第2はシワの部分が こう関節になってるんですけど、この手のひらのこの付け根の部分ですね、僕ここ関節だと思ってたんですね、ずっと。だけど、この手の甲側を見てほしいんですけど、この甲側の出っ張ってるとこ、ここが関節なんですけど、その反対側を見ると、この肉球の部分なんですよね。これもう今までずっと勘違いしてて、これ皆さん知ってましたか 僕、関節このシワだと思ってたんですよ。なので、このグリップの握った感じをこのシワで確認してたのに、この場所って関節と関節の間だったんで、まあ、あんまり参考にならない。このむくみとかで場所がずれちゃう。っていうのに気づいて、ちょっと衝撃を受けました。で、この肉球部分の何がいいかっていうと、この普段から自分のグリップをこの肉球で感じておくと、 結構縦球とか寝かしてこの指のバランスが変わっても球へのこのグリップの圧力って変わんないんですよね。なので自分の中で今肉球基準にしてるんですけどこれさえ分かってれば多少まあなんて言えばいいんでしょう。ここから例えば体が開いちゃっていった場合ですね結構この小指側に いつもよりなんか圧かかってんなってなるんですよね。で、いつもより前向くと、この人差し指側に圧かかってんなって気づけるようになったんですよ。なので、今までこの芝の部分で握ってた時は、そんな感覚全くなかったんですけど、この肉球にすることによって、このフォームがずれてるっていうことが、グリップで気づけるようになりました。 なので、まあもちろんおすすめっていうわけじゃないんですけど、僕的にはこれがすんごい衝撃的だったんで、まあもし困ってる方がいれば、まあ一つの提案として出せるかなと思って、今回動画を撮りました。はい。なので、まあ結構フォーム、まあ上半身の体もそうですし、グリップや肘ですね、ここら辺すべて大事になってくると思います。なので、フォームが崩れた時に、 まあ、グリップで気づければ一番話早いですよね。なので、ちょっとまあ、僕も最近これを知ったばかりなので、まあ、これから試合とか出てですね、実際に使えるのかっていうのは試していきたいと思うんですけど、まあ、正直今のところ手応えかなりあるので、今のうちに皆さんにお話ししとこうと思って撮影をしました。はい。今日のお話は以上になります。チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。